はい、どうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、マーベラス新人宝山愛です。本日は YouTube の企画で初心者でもわかるマーベラス講座っていうのをやっていきたいなと思います。で、ね、今道場に来てるんですけども、シャッターが閉まってて誰も選手はいません。なので選手がいるときに突撃をしようと思うんですけども、今道場が閉まっているので選手がいるときに突撃をしようと思います。撮影場所によってはモザイクかけてるものもあると思うんですけども、そこはご了承して見ていただければ嬉しいかなと思います。それではね、1番手のターゲットに突撃していきたいと思います。それではレッツアッゴー。それではね、本日ここは新木場大会に来ております。今選手がどこにいるか探してるんですけども、もしかしたら声が聞こえます。すいません。怖っ。なんとなく気づいてた。だってさ、気づいてました。そうだよ、なんかさ今日ずっと怪しいもん。本当ですか、うん、怪しいですか。いや、そんな動きはしてないと思うんですけど。めっちゃ怪しいよ。だってなんかずっとさみんなのこと見てるしさ、はい、怪しい。いやちょっとタイミングを伺ってたので。そりゃそうだよね。企画で質問を突撃取材で、そういうのなんかちょっと有名になった気分、はい、させていただいたんですけども、はい、何でもどうぞ。はい、過去のプロフィールから引っ張り出させていただきまして、趣味のところに料理って書いてあったんですけども、料理はどういうのが得意ですか。料理、はい、まあ、一番はやっぱりなんかお味噌汁かなって思います。なんかお味噌汁って人が作るん違うじゃないですか。なんかお味噌汁の味って、はい、なんか出汁が多めとか出汁が少なめとか。自分ちなみに隠し味にちょっとみりん入れるんですよ。みりん工夫して、まあ、そういうところは他の味噌汁とはちょっと違うんじゃないかなっていうのがあるので、はい、得意な料理はちょっとお味噌汁です。はい、どういうところにこだわりますか、みりん以外で。目はだし多めで使うんですけど、はい、ちなみに具材は好きな具材は、はい、なめこです。なめこ、ナスも好きですけど。ああ、ナスいいですね。ナス好き。ナスは自分は好きじゃないです。じゃあもうすぐにでも作ろう。嫌味ですか。いじめですか。毎日ナス料理。やだ。それはちょっと。じゃあ次の質問に行きます。プロレスを始めたきっかけは何ですか。初めて今女子プロレスじゃないですか、はい、初めて見たのは男子プロレスで、はい、まあ、大仁田さんの試合が初めて見た試合だったんですけど、はい、まあ、それで、まあ、いやいやついてたんですけど、帰りには超ハマってたっていう、はい、それで女子プロレス探して動画見てたら、はい、もう長屋さんとかトンコさんとかいろいろ出てきて、もうそれでもうマーベラスって決めて、マーベラスでプロレスはやってます。おー、すごいですね。男子プロレス見に行くイメージがなかったです。はい、よく言われるんだよね。そう、しかも初めてのプロレスが電流爆破だったから。それに惹かれたってすごいよね、今考えたら。そうですね、衝撃というか。姉さんがやるイメージではないです。そう、いや、やりたくはない。やりたくはないんですか。電流爆破はちょっとやりたくない。あ、見るだけの。そう、怖いもん、入手して。そうですよね、痛いですから。怖いですね。うん、怖いの嫌だ。はい、では最後に一言とか PR がもしあれば、はい、言っていただければ。はい、星月はですね、今目指してるのは女子プロレス界超ハイスピードスター。はい、まあ速い人はたくさんいるんですけど、その中でも一番のスピードを持って、そして、まあ、東京ドームじゃなくマーベラスドームを星月が作ろうと思っております。大きな夢です。
なので皆さんついてきてください。お正直にお任せください。ついちゃった。あ、ついちゃった。つきました。あ、手で拭いたらよつけるよ。やめてください。危ないです、危ないです。はい、では終わりです。ありがとうございます。あの、ちなみにこの T シャツ、皆さんマーベラスの選手と同じ T シャツ、あの各選手 SNS でアップしているので、ぜひ同じものを着たいなって思った方は、はい、あのご購入ください。はい、ありがとうございます。バイバイ。はい、愛ちゃんは取んなくていいの？いや、別に自分はダメだよね。だってこれ選手のなんとかでしょ。取る側がバッター2になったらいいじゃん。それでよくない？よし、そうしよう。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、洗っていただいてよろしいですか？え、洗わないとか、洗っていただいてよろしいですか？泡を落とさないとかね。泡を落とさないとちょっと携帯壊れてしまうので。マジ？あ、でも自分別にあの自分で取れるので大丈夫ですよ。取れるの？自分で。あ、大丈夫ですよ、取れますよ。大丈夫ですよ。まあね、コロナの時期なんで皆さん手洗いうがい忘れずに、はい、お気をつけて。ありがとうございます。すぐ降りてきます。待ちましょう。何をやってるんだ。ごっそー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 。このマーベラスの幕いいですね。ここはいつも YouTube で撮影してる場所でございます。見覚えのあるテーブルですね。全然気づかないです。全然気づかない。じゃあちょっと物音立ててみようかな。気づかない。もうちょっと待ってみますか。時間経ったんですけど、まだですかね。来い。まだ来ないの？よし、出てこた。よし、出てこた。電気消した。来る、来る、来る、来る。あの、上掃除してました。上物があのすごいことになってたんでびっくりしちゃった。いや、びっくりしますよ。だってさ、いやねえ、まあね、やっぱ一人でね、はい、自撮りしながらさ、はい、あの質問、まあ、一人で質問して質問一人で答えるっていうのもね、はい、すごい快挙だなって思ったから。もうやっぱりね、星月がね、はい、質問していこうかなって思って今来たんですけど、全然すごいずっと作業して気づかないもんなんですね。いや、全然気づかなかったですよ。もう星月上手。隠れるの上手だから。いや、びっくりしました。いや、まさか動画撮ってると思ってなかったので。そりゃそうだ。だって目言ったもんね、撮られた時さ。はい、あ、じゃあ愛ちゃんが言ったんだ、自分で撮るって。あ、はい、自分で撮れるので大丈夫ですって言ったんですけども、いいよ。目に任せて。あ、かしこまりました。じゃあ目に質問した時と、はい、同じように聞いていきますね。はい、皆さんも気になってると思いますので、はい、はい、それではなぜプロレスラーになろうと思ったのでしょうか。もともとは親がプロレスが好きだったので、はい、そこから
れ回されるようになってからだんだん自分も好きになってやってみたいなと思ってたんですよ、はい、なのであの親がもともと長屋さんのファンだったのでそれもあって一緒にあの行ってみるみたいな流れになって自分もじゃあ行ってみようって行ってみたんですよ。そしたらすごくかっこよくて、うん、自分もいつかこういう人たちになりたいと思うようになって楽しそうだなって思ったんですよ、うん、激しいのに痛いとか多分他の人だったら多分きっとそう思うんですよ、うん、でも自分はあこの技を受けてみたいとか痛さを受けてみたい、はい、そうです、もうすぐ感じたいです痛さを感じたいっていう。じゃあとても M なんですね。だと思いますすごい。えあれ見に行ってたのはもう男子とかも見に行ってた。あ男子プロレス結構見に行ってました。どこの団体ですか。ドラゴンゲートさんですね。あやっぱり、はい、ちっちゃい頃からずっと見てて、BB ハルク選手が一番大好きです。あの愛ちゃんの、あの憧れの選手は憧れの選手はたくさんいるんですけども、やっぱりマーベラスでしたらエースのいろは拓海選手が一番憧れです。おだってキックとかもさ、なんか前動画上げてなかったっけ。あキック上げてましたね。かっこいいです。もうあれじゃないですか、スワントーンでしたっけ、のあの止まって回るっていうあの瞬間がすごくかっこいいんですよ。わかる、めっちゃわかる。はい、自分もやってみたいと思うんですけど多分真似ができないですえじゃあ今、はい、なんかやってみたい技とかってある。自分はあのよく男子プロレスのドラゴンゲートさんをよく見ていたので、はい、あのハルクさんがやっていた技なんですけども、はい、あの相手を使って蹴るじゃないですけど、うん、マウスっていう技があるんですよ、うん、そのマウスっていう技がやってみたいです。あでもなんか男子の技ってすごいなんか難しい、はい、っていうのかな、なんか跳躍力とか、はい、でもなんか一回愛ちゃんがコーナーに登った時に、はい、あなんかイメージができたの。何のイメージですか。愛ちゃんがデビューしたら、はあ、こうやって飛ぶんだみたいな。飛びますか。うん、なんかそういうイメージがあったの。へえ。そう。なんかね、パッとね、はい、愛ちゃんが試合してる姿が浮かんだの。はい、だからね、コーナーを追ってる時はすごいかっこよかった。いつかコーナーからのキックとかやってみたいですね。うん、頑張るしかない。はい、頑張るしかないです今を頑張って、そうですね、大技とかできるようになれたらいいなと思います。今一番頑張りたいことって何ですか。一番頑張りたい、そうですね、しっかりと綺麗なドロップキックが出せるように頑張りたいなと思ってます。お、はい、はい、100発100中になるように。おすごいね、100発100中は。100発100中です。できるようになりたいです。じゃあ最後にあの一言お願いします。はい、3月6日にデビューさせていただきまして、何戦目だろう、4戦目ですかね。まだ4戦しかやったことがなくて、まだまだ本当に前進あるのみだと思ってるので、もっとしっかり練習して、今回19日で、また復帰をさせていただいたんですけども、本当に全然まだ自分の中でもまだ 100% 中の 20% しかまだできてないので、本当に練習を必死に頑張って、これからまた前進して次からも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
最後に決めポーズお願いします。決めポーズですか？何ですか？後ろがすごいこと。あ、後ろは大丈夫です。そう、あの後ろは映ってないのでカットされてるんですけども、こんなことやってます。こんなことをずっとやってるんですけども、はい、チーズ。自分のあの決めポーズとしては、あの胸に手を当てるイメージで。ご飯食べてくるね。あ、はい、かしこまりました。ありがとう。ありがとうございます。頑張ってね。はい、ありがとうございます。またね。はい、ありがとうございます。